れ様でした。お疲れ様です。まあ、ちょっと追いつかれてのドローという残念な結果でしたが、まず試合どう振り返られますか。はい、まあ前半は少しずつ流れを作りながら、まあ、先制点取れたんで、まあ、セットプレー含めカウンターだけ気をつけてゲームを進めてたのでね、まあ、一度で折り返せたのも良かったと思いますし、まあ、後半入り少し重たくなりましたけど、まあ、そこまで自分の中ではこうなんていうんですか、あの悪い意味のネガティブな部分での危機感というのは別になかったので、まあ、耐えながらどっかで追加点と思った矢先、まあ、ちょっと交代してしまったのでね、まあ、見守ってたんですけど、まあ、悔しいドローですね。加藤先生、こう長短を織り交ぜたパスでうまくゲーム作られていたように見えましたけれども、個人的にはこう手応えあった部分も大きかったですか。まあ、少しこうミスもあったので、まあ、そこは僕自身が修正しなきゃいけない部分ですし、ただまあ、あの最初シーズン始まってなかなかゲームに絡めない中、ここ最近絡めるようになってきたので、その感覚っていうのは少しずつ戻りつつありますし、ゲームによって相手も違いますんで、相手を見ながらっていうのも意識してやってる中、まあめちゃくちゃ良かったかって言われると、まあ、またそれはまた僕が評価することではないので、ただ悪いゲームでもなかったと思いますし、ただ結果だけで見るとね、あの間違いなく勝たなきゃいけなかった試合なので、まあ、そこはやっぱりしっかり反省して次に迎えればなと思います。今日は、まあ、森岡相手でしたけれども、相手は秋田監督がいらっしゃいました。加藤選手、個人的にもこう思い入れのある監督だと思いますが。そうですね、まあ、秋田は僕がプロに入った時に京都でコーチとして、一緒にシーズンを過ごさせてもらって、まあ、プロとしてどうあるべきかっていうのも、まあ、その練習の取り組みであったり意識づけであったり、まあ、もちろんそのピッチ内のことであったりっていうのは、間違いなく秋さんに叩き込んでもらって、まあ、当時はね、まあ、正直うるさいなと思ってたんですけど、やっぱり時間が経つにつれて、その秋さんが言ってたことが今になってすごく自分のベースにもなってますし、だからここまでやれてるっていうのはあるので、まあ、感謝といいますか、まあ、その上でやっぱり勝ってね、秋さんにしっかり挨拶行きたかったんですけど、まあ、悔しいです。そして今日はサポーターが声出しが、まあ、今日できるというゲームでした。いいムードでした。いや、まあ、僕自身もね、久しぶりにそのベルディでは初めてですけど、3年ぶりに、声出しがあるスタジアムでプレーをするっていう意味では、まあ、入場して挨拶ゴール裏行った時に鳥肌立ちましたし、なんて言うんだろう、嬉しいというか、なんかそういう気持ちがこう込み上げてきて、だからこそやっぱり勝ちたかったですし、サポーターの皆さんにはこうね、久しぶりの声出しの中でこうやっぱりああいう雰囲気を作ってもらったのは感謝でしかない。それを結果で答えられなかったのは間違いなく僕らの責任なので、まあ、次ね、いつそういう試合になるか分からないですけど、声出して応援できる試合になるか分からないですけど、その時には必ずみんなで、まあ、僕はやったことないですけど、ラインダンスできればなと思います。次はホームでまた山口戦です。一言お願いします。まあ、ここ最近結果を出せてないチームとしては、まあ、それはやってる僕ら選手がプレーに対する責任をもっとより強く、持って練習から取り組む。ただこれって、まあ、あまりに重く受け止めすぎるとなかなかうまくいく方向にならないのも、まあ、経験しているので、まあ、うまくその辺はコントロールしながら選手、チームとしてより、いいものをね、山口戦で、結果として、出せればと思います。で、次の試合は、まあ、また手拍子、声が出せない応援になってしまいますけど、また手拍子で後押ししていただければ、それに応えるべく結果で終われるようにしっかり準備したいと思います。